ペグマタイトは、大きな結晶からなるひなーワの一種。加工岩質のものが多いため巨匠加工岩あるいは鬼、見影と呼ばれることもあるが、戦力岩質や反霊岩質のものもある。岩脈などの小岩体として産出する。マグマが固結する際には、マグマ内の消失しやすい成分から石質が進み、マグマ自体の成分の分離が進んでいく。この時温度低下の鈍化や、 有点の上昇などの条件を満たすと、石質成分は大きな結晶に成長することがあり、またその結晶成分の純度が高くなる。こうした結晶群を多く含む交渉をペグマタイト交渉という、目的の成分を高純度で採取できるため、多くが交渉として利用される。温度や圧力の低下によって、交渉内に液体、気体の空洞が生じることがある。 成分が分化した、この空洞内にも新たな結晶が生じ、純度が特に高いものは宝石として利用されたり鉱物標本として採取されたりする。空洞を作る鉱物が周囲の岩石の成分と同じものをアキラドを、異なるものを異質衝動と呼ぶことがある。水晶やアメジストなどの標本に見られるのは、 このようなタイプで、ペグマタイト交渉では特にこうした結晶を得られやすいものが多い。著名なもの、特徴的なものを挙げる。小規模なペグマタイト岩体自体は、各地の加工岩体内及びその周辺に普通に分布している。ペグマタイトに含まれる鉱物を、ペグマタイト鉱物という。鉱物種としては主要な造岩鉱物である石英、長石、キララの類のほか、 特徴的なものとしてホタル石、トパズ、緑柱石、電気石、ザクロ石などがある。また、結晶分化作用において最後まで残された成分、および元素が濃縮しているため、放射性元素や、気土類を含む、臨海ウラン石、モナズイコルンブイリチア電気石等の珍しい気元素鉱物を算する。また、放射性元素の影響により、本来無色透明な石英は、 定色によって、煙随晶や黒随晶、紅石英となり、蝶石は肉色もも色となっていることも珍しくない。ペグマタイト交渉で採掘の対象となり得るものとしては、石英、蝶石、雲母類、紀元素鉱物、鉱物結晶自体等がある。日本国内においては主に陶器材料の蝶石、ガラス材料の石英を目的に採掘された。これは、 江戸時代戦後まで盛んに開発されたものの、現在では輸入品に押され採掘している交渉は少ない。紀元素鉱物を目的とした交渉は、戦時中から戦後盛んに炭鉱されたものの、その後現在に至る、情勢下では規模及び質的な問題で有望な交渉は発見されていない。ありがとうございます。